ローソンから2020年3月31日に発売されたグーボでございます。名前はグーボなんですけれども、グーッとなったら王が合言葉のようです。1本130円、他にベーコンポテト味とメキシカン処理層味の計3種類あるそうです。 買ってきましたよ。唐揚げくん L チキに続く第3のカウンターフーズとしてローソンが大々的に売り出すそうです。外がサクで中がゴロっていうことらしいんですけれども、ちょっと食べてみたいと思いますよ。あれのせいで本当に大変な状況になってますね。一日も早く明るく楽しく元気な日本に戻るように願っています。普通にこうやって歩きながら手を汚さずに食べられるか、ちょっと試してみたいと思います。この通りに切り取れば手を汚さずに食べられるそうなんですけれども、どうでしょうね。切り取り線に従って上半身を切り取ります。こっかね、よ、こんな感じってことね。3種類やったんだけど、福岡ですからね、明太子を選びました。食べてみます。うまい。ちょっと汚いかもしれないけど断面ですね。確かに外はねパリッとしてて、中はゴロッと入ってますね。うん、ローソンやるなって感じですね。確かに唐揚げくん L チキンに続く第3のカウンターフーズになる可能性高いですね。あとの2種類も買ってみればよかった。またご紹介します。ではごきげんよう、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございます。